荒れた天候の新潟レース場、降り続いた雨が馬場状態を悪化させ不良の発表となってしまいました。こんなに荒れているとレース展開が読みにくいですよ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は9番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、4番。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気ライスシャワー、気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番ライスシャワー、4番。先頭は7番関心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、さらに4番、さらに内からライスシャワー、6番、5番手、さらに外8番、2番、並んできた、外から外から9番、1コーナーから2コーナーへ向かう7番、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは7番、このままリードすることができるか。続きました5番、2馬身差4番、その後ライスシャワー、2馬身差6番、外から外から8番、さらには3番、少し離れて2番、9番、並びかけてきた。意気揚々と先頭行きます。7番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身、順位を振り返っていきます。7番、まだリードをキープしています。続いて5番、3番手には4番、1馬身離れてライスシャワー、差がなく6番、内から内から8番、1馬身差7番、あとは2番、その外並んで9番、7番、先頭を進みますがこれは先輩でしょうか。7番彼女の客室には合っていますね。まだ形成し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。ライスシャワー前を狙っているぞ。残り400、最終コーナー最初に立ち上がったのは7番、抜け出したのは7番、だが後続も追いつかれる。並んでくるライスシャワー、100を通過。まだ勝負は続く、続いている。誓います、大好きな人と幸せの青いバラに、ライスだって咲いてみせる。ライスシャワー、ここで抜け出した。そうライスシャワー、あとその差はわずか。お見事ライスシャワー、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。ライスシャワー勝利を飾った。2着は7番、3着は6番。ライス買われたよね。響けファンファーレ、届けゴールまで、輝く未来を君と見たいから、駆け出したらきっと始まるストーリー、いつでも近くにあるから、手を伸ばせばもっと掴めるグローリー、一番目指してレッチャレンジ、加速してゆこう。
ライス、ちゃんと成長できてるかな。頑張るぞ。ここは負けられない1番人気14番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら。晴れ渡る空の下スタート。ライスシャワー、これは素晴らしい。あとちょっと。